ったいいモンスター出ないんだぞ、ソンセ頼むよ。チャレンジさん、あなたの10回ラッシュです。というわけで今日はドラゴンクエストどこでもモンスターズパレードやっていきたいと思います。リクエストをいただいてプレイをしていきたいと思っております。というわけでですね、ドラゴンクエストなんですけども、説明文によると、このどこでもモンスターズパレード、ドラゴンクエストの世界観を踏襲した骨太ストーリーが売りということなんですけれども、ラッシーさんはね、ドラゴンクエストで1から9まで全クリしますからね、このラッシーさんをうならせることができるとでも言うんですか。スマホアプリでしょどうせ。それでも大丈夫なの。ちょっとやってみたいと思います。いやー懐かしいな、ドラゴンクエストね、3とかね並んで買いましたからね。うん、ゾーマをね、あの勇者一人でね倒そうと思って、パラメータマックスまで上げてね戦い挑みましたから、それぐらいやり込んでるラッシーさんですからね。そんなラッシーさんでも満足させることができる内容になってるんでしょうか本当に。さあ早速やっていきたいと思います。まずは名前をラッシーさんにします。ラッシーでよろしいですか。はいです。じゃあ早速やっていきましょう。お、始まった。あ、すごい、なんかちゃんとドラクエっぽいじゃん。夢見の王だって。よくぞ世界中から集まってくれたキャラバンマスターたちよ。皆も知っての通り、我が王家の者は代々夢で未来を見る。あー、すごいドラクエ感あるね。そのわしが世界が滅び、人々が死に絶える夢を夜ごと繰り返し見るのだ。ほうほう。だがアンズルではない、かつて世界を救ったという古の巫女の力を借りるのだ。古の巫女、そんなのがいるんだ。黒き髪に巫女の紋章、あー出た、紋章を持つ少女、それが古の、あーすごい、ちょっとロトの紋章とかけてる感じがする。その少女を探し出し、必ずやわしの元へと連れてくるのだ。さすれば世界は救われるだろう。なるほど、いいね。なんかちょっとすごい壮大な話になってきますね最初ね。さあ行きましょう、行け、キャラバンマスターたちよ。おー、ということで物語がね進むんですね。夢見の王のお触れから数ヶ月後、ロジナの村にも古の巫女を探す人々が訪れていた。緑の大陸の外れにあるらしいよ。そんなある日、何、何、何が起こった、どうした、え、なんだ今の音は。今ごめん、今ラッシーさんの声がうるさくて聞こえなかったね。お、あそこだ、キャラバンマスターが倒れてるぞ。こりゃひどい怪我だ、ラッシー村まで運ぶぞ、手伝ってくれ。おー任せろ。ラッシーさん渋いですね。ラッシーより倒れたキャラバンマスターをロジナの村まで運んで、そして夜が明けた。あーすごい、ドラクエの宿屋の音だ、ちゃんと素晴らしい。なるほど、ちゃんと世界観本当に踏襲してますね。いいな、緑の大陸だって。緑の大陸、早速始めていきましょう。村長、出た村長。ラッシーよ、夕べ倒れてたキャラバンマスターの様子はどうだ。お、なんか主人公ずいぶん若いな。そしてスラリンがいますね。いきなりスラリンがいる感じだ。そして女の子がいるね。おー、どんな感じで。ピキー、出た、ピキー。スラリン、まだ目覚めないんだ。とっても苦しそうだったぜ。結構あのフランクな感じのスライムですねこの子はね。スラリンっつったらね、一番初めに仲間になったモンスターですかね、ドラクエ5の時ね。ふむん、これは誰、誰だ、あんた、あんた誰だい。てか喋った。 お兄ちゃん出た、お兄ちゃん来た。女の子に言われたい証拠、第8位、お兄ちゃんいただきました。マリンカちゃんからいただきました。手袋が喋ったよ、やった、すごい萌え要素も満載だよ。これはこれは、挨拶が遅れました。私はハンドと申します。そのまんまやないか。あ、そう、手に紋章がついてる、なんかね。私と倒れたキャラバンマスターは王様の命を受けたキャラバン隊、とある少女を中央の大陸にある夢見の王の城までお連れする途中、盗賊に襲われてしまったのです。どうにか少女だけは北の泉へ逃がしたものの、おとりになったマスターはこの通り、どなたか倒れたマスターの代わりに夢見の王の城まで少女を送り届けてくる。あー、来た来たー、偶然のようで必然のねえ、旅への出発でございます。ラッシーよ、お前はキャラバンマスターになりたいと幼い頃からよく言ってたな。おお、言ってた言ってた。うん、いいえでしょこれは。ちょっと選びたくなっちゃうんでね、いいえとか。ちょっと選んでみていい、選んでみていい、選んじゃうよ、いくよ、いいえ。むむ、いきなりでは決心がつかんか。じゃが村には他に頼めるものがいない。ラッシー助けてやってくれ。これはいいえでしょ。うむ、いきなりだけしがつく、出たー、出た、やった、ドラクエ、ドラクエのね最強無限ループ踏襲してますね、ちゃんと素晴らしい。よし、決まりじゃな。ラッシーよ、まずは北の泉を目指し少女を助けに行くぞ。初めのパレードは大変じゃろうが気をつけていくのだぞ。お、すごい、いきなり冒険に出発だ。
ピキー大丈夫任せろ。おな、ラッシー、お前ずいぶんあれだな仲良しだな。ラ、初めて、ありがとうございます。北の泉に向かうべく、まずは森の小屋を目指してだって。すぐ出発していきましょう。オッケー、行こうぜ。森の小屋、森の小屋。ハンドのこのすごいね、紋章がちょっと、でもロトの紋章とはちょっと違うんだね。え、あ、馬車を手に入れた。もう馬車手に入れちゃうの？いいの？いいの？馬車手に入れちゃって。結構後の方だったよ、ドラクエ4だと。ラッシーお兄ちゃん、いってらっしゃい。マリンカ、あ、お家で待ってんのかい。妹も連れてきたかったな、お兄ちゃん。お兄ちゃん言ってくれるから。少女を探してが発生しました。はい、じゃあ早速、旅立っていきましょう。どんな感じだ？あ、もうなんかパレード始まった。スラリン殿のご友人モンスターも駆けつけてくださいました。それでは張り切っていきましょう。あ、モジャコウじゃない、これ。モジャコウね。よし。これどうやってやるんだよ、これ。ラッシーさん、アクションゲームとか苦手ですけど大丈夫ですか？え？おっと、敵が現れた。やばいやばいやばい。バトルの進め方、はい、お願いします。ちょっと、苦手な僕でも簡単にできるようにお願いしたいんですけど。え、大丈夫ですか？基本的に仲間モンスターは自動的に戦ってくれる。ですから、仲間の位置を変えたい時もございましょう。うん。私めは仲間モンスターをつまんで持ち上げることができる。なるほど。早速動かしてみましょう。よし、誰にしようかな。モジャコウ、イエーイ。あ、捕まえた捕まえた。おら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 、よし、行けモジャ、行けモジャ。あ、出番がない。なんで戦ってよ、せっかく動かしたのに。エクセレントじゃねえよ。今適当に端っこに置いただけだぞ。ちょっと待って、端っこはお前の素晴らしい手さばき。どんどん参りましょう。いいね、自動で戦ってくれるのはいいですね。ラッシーさんみたいにアクションゲームが苦手でもねえ、勝手に戦ってくれるのは嬉しいけど、これあれだね、いろんなこのあれか、置く場所によって。またまた敵が現したと。敵モンスターをタップすることで、あ、選ぶことができます、戦う相手を。それでは早速ご指示を。なるほど、じゃあこっち、オッケー。あ、ちょっと待って、モジャコーから遠かったな。大丈夫か、モジャコー頑張れ、モジャコー行け。あー、来たー、モジャコーのヘッドバット。いいね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 、これ盛り上がるね、このゲーム。マーブラス、素晴らしい指示です。仲間がこんなにも活躍できるなんて、さすが俺だな、さすが俺、何もやってないけど。ラッシー様、生まれついてのキャラバンマスターです。だしょうだしょう、おーおーおー、そんな才能があるラッシー様に伴走行、何伴走、あ、伴走行。戦いで傷ついた仲間には伴走行のマークが出ます。伴走行が3つになるとピンチでございます。ああな、つまんで逃がす。あ、そういうこともできるんだ。なるほど、いろいろ作戦が組めるのね。なるほどね、自動的に戦うだけじゃないんだ。はい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 、結構あれだね、バトルにこだわるタイプの人も、もうアクションが上手くてこだわるタイプの人も楽しめそうな感じでございますね。うん、あー、おめでとうございます。キャラバンレベルが上がりました。モンスターを食べる、あ、倒す、食べないね。キャラバンレベルが上がるとモンスターをパレードに出すための重さ上限がアップします。はいはい、はい、さらにイベントで使うスタミナ上限もアップするのです。なるほど、キャラバンレベルを上げればいいのね。お散歩好きになりました。やったー、レベルアップ。さあ、ここです。お、この泉の少女、この泉に少女は隠れているはず。しかし、あの方はどちら、なんか急に音楽が流れたぞ。あー、なになになに、あー、嘘、いいのこういうの、机にパイセン、いいんすかこういうの、こういう感じでいいんすか、こういうの出しちゃって。こういうのなかったね、今までの楽園の中で。水浴び中とはまずいところに服着てたけどな。見てはいけませんぞ、らしいさ。いや、服着てたやん。ちょっと、あ、なに、これは黒名様。ちょっと気の強い感じのね、女の子多いよね、ドラクエ。おかげさまで超退屈だったわ。ずいぶん待たせてくれたじゃない。それより、なになに、あんた今見たでしょ。いや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 、まさか見てないでございます。もう、もちろんもちろん見てないでございますよ。嘘、本当は見てたでしょ。はい。はいでしょこれね、はい。見てた、本当は厚かましいわね、言われちゃった。このあざ気にして、そっちかい、あざかよ。ですが、黒田様、そのいにしえの、あ、巫女の技は尊きもの、恥じることなどございませんぞ。嫌なものは嫌なの。それにしても随分遅かったね。何かあったの？何何？え？実は、ああ、そういうことね。今までのいきさつを語りました。というわけでございまして、新しいキャラバンマスターのラッシー様とお迎えに参りました。ラッシー、え？あなたって何知ってんの？いかがなさいました？黒田様。うん、なんでもない。ももんちゃんみたいな。おい。おい。口が悪いな、この女。え、ねえ。本当にこのももんじゃくに任せ、ももんじゃく言われてるけど。お兄ちゃん言ってよ、お兄ちゃん言うならね。本当に。ピキーらしいはすごく優しくていいやつなんだい。おい、いいじゃない、いいやつじゃないか、スラリー。あなた誰？
僕スラリー、僕をラッシーの大切な友達、ラッシーは僕の大切な友達、2回言った今日から来るのも僕とラッシーの友達になろうぜな。ずいぶんあれだね、あのフレンドリーなスライムだねこの子ね。うー、いいわ、一緒に行くことにする、よろしくねラッシー。お、意外と単純それにスラリー、わー、ちょっとなんか伝説っぽい感じの話になってきましたね。やっぱイニシエのとかね、そういうのがね、あ、この音楽もちゃんと使われてるんですね。はい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 。ね、イニシエのとか言われるとちょっとなんか伝説っぽい感じになってきちゃうよね。うん、ワクワクするな。いいねいいね、こういうのね。うん、少女を探してクリアしました。はい、クリア。おっほん、年頃の娘さんというのは何とも難しいものですな。本当だよねとはいえ、あの技を持つクルナ様こそが世界を救う古の巫女なのは間違いございません。ではラッシー様、我々も出発しましょうか。はい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 、行きましょうか。じゃあ、目指す夢見の王の城はこの緑の大陸から遠く離れた中央大陸にございます。あー、結構遠くまで行かなきゃいけないんだ。まずはこの、大陸の東の端にある港町マルスカへ向かい、船着き場から定期便に乗らなければいけない。では改めまして、新たなキャラバンマスターイニシエのクルノ様を夢見の、はいはいはい、王の城までお連れする旅を何卒よろしくお願いします。なるほどね、そこに行くのが目的。なんか魔王とか出てこないのかな。いや出てくるよねこれ、絶対ね、絶対出てくる、パティーンのやつでね。いやー楽しみですね、魔王が出てくるのも。あ、夢見の王が見た世界の危機とは、あ、世界の危機、魔王か、来たかこれ。果たしてこの少女がイニシエの、あ、駆け出しキャラバンマスターの少年の運命は、遥かな冒険の旅が始まる。おー、ちょっといい感じ、おーおーおー、いい感じの、ここからオープニングだったか始まったー。なるほど、今までのは前置きでしたか。あー、いいね、ちょっと謎が深まるね。やばい、ちょっと、あ、冒険の、あ、なるほど、はいはいはい。お、ここからデータダウンロードするんですね。わかりました。ちょっと待ってくださいね。すぐにやりますから。はい、というわけでダウンロードが終わりましたよ。お、ここはホームと呼ばれ、冒険の中心となる画面でしたって。今いるモンスターだけでは少々、あ、冒険の助けになる300ジェムご用意しました。あ、スカウトできるんだ。やったー、やったー。新しいモンスター仲間にできるんだね。はい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 。お、なにこれ、超かっけー、なにこれ、スライムナイトの親玉みたいなやつ超かっけーんだけど、これ欲しい、これ欲しい、これ、これ欲しい、これ、これ、これもらえんのここで。いやまあでもね、いきなりいいモンスターなんか出ないんでしょ。いやあれ欲しいなー、スライムナイトっつったらね、もうドラクエ5の超英雄でしたからね。いやー超欲しいけど、あれ出ないかなー、出ないか、ちょっと待ってよ、せめてドラゴンくらい出てほしいんだけど、頼む、いいモンスター出ないんでしょどうせ、頼むよ、頼む、来て来て来た、おー来た、あ、来たじゃん、来たじゃん、来た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 、おい、来た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 、いきなり出んのこんないいやつ。 SS ランクって書いてあったよ今。ゴッドライダー、攻撃タイプ地上、かっちょいい、超かっちょいい、色違いだけど、うわー、やった、いきなり出んだこんないいやつ、嘘、すげえぞすげえぞこれ、かっけー、超かっけー超かっけー超かっけー、しかもスライムナイトと乗ってる同じ色のスライムだこれ、やったやったー、ザオリクとか覚えるし、やったぜ、やったじゃん、強いじゃん。あれちょっと仲間に入れよう、早くパレード分かってるよそんなの、早く、はい、説明とかいいから、どっから行くの、どっから、クルナ様の話はいいんだよ今はスライムナイトの話なんだ何これ、あ、ログインボーナスでジェームもらえんだ、やった、また引けんじゃんこれ、あと2回ログインしたら引けますね、もう一回ね。あ、いいのね、あ、初心者ボーナス期間とかあんだ、スタミナ回復2倍、あ、やった、これから始める方これお得だよ、すごいすごいお得だよ、全部2倍、2倍2倍2倍マンだよ、やったね、はい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 、おい、いいじゃんいいじゃん、じゃあ早速やっていこうぜ。ちょっと待って、モンスター仲間入れて戦いたい戦いたい、さっきのやつ、ちょっと待って、興奮が冷めやらない興奮が冷めやらないんだけど、わあ来たー、ゴッドライダー、やったー、あ、ちょっと待って、あ、重さがダメなんで、ちょっと待って、重さオーバー、ちょっとどれ減らす、これ減らしてもダメ、もう一匹減らさなきゃダメか、二人になっちゃうじゃん、まあいっか、強そうだもんな、よし、モジャでいこう、モジャで、いや、スラリンかな、やっぱね、ね、スライム軍団、スライム軍団かな、あ、よし、これでいこうか、よし、でもやっぱモジャかな、うん、おー、ちょ、来た、おい、おい、重たい、ドーンっつってる、ドーンっつってる、すげえでかい、ほら、こっちは軽い、よし、行こう、このパレードでいい、よし、行くよ、行くよ、行くよ、
おお、かっちょいい。ちか、馬車よりでけえじゃん。馬車よりでけえじゃん、このスライム。おー、来た。おー、しましま、キャット、楽勝だぞ、お前らのと。おーい、一撃、一撃やん。おじいちゃん、強い、強い。さあ、これ、あれ、5の時のね、スライムナイトで間違いないよ。ついにここまで来たんだよ、英雄まで。ずいぶん年取っちゃったけど、あれからだいぶね、年数が経ってますからね。おー、すごい強い、すごい強い。行け、行け、じいさん、行くんだ。やれ、おーしゃー、強い。しかもこの切り方超かっこくない、バシューっつって、バシューッ、すごいね、すごい。このヒゲもいい感じだよね、スライムのね。スライムってヒゲ生えるんだね。知らなかった。よし、いけいけいけ、やれ、やれ、じいさん、じいさん、いけ、おーしゃー、強い、すごい、やった、おー、これいい、これいい、いけ、じいさん、いけ、頑張れ頑張れ、早く早く。おー、ちょ、もじゃ、もじゃもやるじゃん、もじゃもじゃやるじゃん。はーい、というわけでね、おー、いい感じ、おー、超やる気出てきた、これ。というわけでね、まあ、今回はこの辺にしましょうかね。ずいぶん時間が経っちゃったよ、気づかないうちに。はい、というわけでね、うん、ドラクエ大好きラッシーさんでも大満足の内容でしたね。うん、確かにストーリーすごい濃厚な感じがする、骨太な感じがします。うん、アクションが苦手な人でもね、あの結構戦略とかもあるし、アクションが得意な人でも、うん、楽しめるような内容になってましたね。うん、そしてあのこのなんだっけ、この子ゴッドライダーね、ゲットできましたからね。初めてのスカウトでもこんな SS とかね、ゲットできるみたいなんで、ぜひね、みんなもやってみてください。あとね、魔王カーニバルっていうので、武道が手に入るイベントを今やってるみたいなので、そちらもぜひチェックしてみてください。というわけで今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね、バイバーイ。